エボリューションは2001年にアメリカで制作、公開された SF コメディ映画、アリゾナ州の砂漠に隕石が落下。現場に近いグレンキャニオン短大の生物学教師で、以前はアメリカ陸軍感染症医学研究所に勤めていたアイラは同僚の地質学教師ハリーと共に隕石から採取した液体を調査する。液体は未知の単細胞生物であったが、数時間後に、 再び観察するとそれは多細胞生物へと進化していた。この生命体は地球での46億年分の進化を1ヶ月で成し遂げる脅威の成長力を持つエイリアンだったのである。アイラたちのパソコンを監視していて事態を知ったかつてのアイラの上司であるウッドマン将軍ら軍部は隕石落下現場を封鎖してアイラたちを締め出すとともにアイラたちの研究資料をすべて持ち去る。 一方、街では不気味な生物たちが次々と現れ、大騒動となる。隕石落下の現場にたまたま居合わせていた消防士志望の青年ウェインがバイト先で手に入れたエイリアンの死体をアイラたちの前に持ち込んだことをきっかけにアイラたちの仲間となって共にエイリアンと戦うことになる。さらに、軍部の下で働いていた女性研究者であるアリソンも、 ウッドマン将軍のやり方に反発して、アイラの仲間に加わる。事態を一刻も早く解決したい。州知事の指示のもと、ウッドマン将軍はエイリアンらをナパー無断で焼き払う計画を進める。ところが、偶然シャーレ内に冷凍保存していた原子状態のエイリアンが熱によって急成長してしまうことを知ったアリソンは、ウッドマン将軍に計画の中止を求めるが無視される。 そこで、エイリアンにとっては、対抗作りの原始の相性上で、セレンが猛毒であり、に、硫化セレンを主成分とする吹け取りシャンプーが有効で、あると気づいた、アイラたちは、学生たちの協力のもと、シャンプーを大量に消防車に積み、エイリアンに立ち向かう。ウッドマン将軍の計画が予定より早く実行されたため、アイラたちが、シャンプーで攻撃する前に、 エイリアンが同族を巻き込みつつ一つの巨大生物へと進化してしまう。しかし、アイラたちは改めて消防車で、エイリアンに迫り、エイリアンの肛門と思われる穴からシャンプーを注ぎ込む。期待通りに、エイリアンが体を維持できず爆死し、町が救われると、知事はアイラたちを英雄として称える。そして、アイラとアリソンは結ばれ、アイラ、ハリー、ウェインの三人は、 ふけどりシャンプーの CM タレントに起用される。ふけどり、シャンプー、ヘッドショルダーズ。ありがとうございます。